せてくださっています。峰岡慎吾氏にマイクを握っていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本日は私も運転手としてこの掛けを回らせていただいております。市議会議員の峰岡慎吾です。今日は他にもたくさん市会議員来ております。まず今回、総務委員会の副委員長になりました藤沢京子議員、このご地元であります高橋敦人議員、本日はこの自民党キャラバンとして、県知事選挙で回っております。この地域、先ほどもお話がございましたが、石川義信元知事が出た地域でございます。石川義信元知事は全面的に岩井候補を応援するということで表明もされております。この大東の地、この思いをしっかり未来につないでいかなければいけないと思っております。リニアの件につきましても、先ほど増田県議からもお話がございました。住民の理解と協力がなければ絶対に進めないと言われています。住民の理解と協力、私たち地元の議員、私たち市会議員が理解と協力ができなければ絶対にと言っております。ぜひこのリニアの件、私たち議員が責任を持って進めてまいります。ぜひ皆様のご支援とお力も貸していただければと思っております。岩井俊之候補、52歳、5歳のお子さんがいるとも聞いております。これから